はい、守り神の独り言です。いよいよですね、今週末に、まあ、ガンバ対ね、広島ですね、の、プレシーズンマッチ、もう開幕目前のね、試合なんですけども、プレシーズンマッチが、こけら落としがありますので、まあ、こちらのね、試合の前にですね、まあ、ガンバの、まあ、現状の戦力というところをしっかり整理していきたいなというところだったりとか、まあ、いろいろね、ニュースがありましたので、そこも振り返りながらですね、今決まっているところと、まあ、今後もしかしたら決まるんじゃないかみたいなところも含めて、いろいろね、予想していくのと、まあ、シーズン、どういう戦いになるかみたいなところをね、予測していければと思っております。まずね、一つ目ですね、まあ、キャンプ中だったんですけども、キャプテンが、今シーズンですね、宇佐美がキャプテン引き続きやるっていうところと、副キャプテンにファン・アラーノと、中谷慎之助が、選出されました。いやー、まあ、宇佐美のキャプテンはまあ予想通りというところですけれども、副キャプテンは、まあ、中谷はあるかなと思ったんですけど、アラーノ、これはちょっと意外な選出でしたね。うん。まあ、外国人の中から一人っていうところで言うと、まあ、ネタだりかなというところもあったりとか、うん。ダワンなんかもあり得るんじゃないかな、みたいなところもあったんですけども、まあ、アラーノというところでね、まあ、年齢的にも、アラーノは、多分ダワンと一緒とか、ダワンより少し下とかだったと思うので、意外な人選だなと思ったんですけども、まあ、ポジティブなね、雰囲気を持ってますし、アラーノはやっぱりね、最後まで出し切る選手なので、まあ、アラーノ復活戦というのは非常に、まあ、責任感がさらにこう、ついてきて、よりこうね、チームにポジティブな雰囲気をもたらしてくるんじゃないかなと。で、もう一つね、これもちょっと記事にはいろいろなっているところで言うと、システムのところですね。まあ、今まで 4-1-2-3 が基本戦だった、ガンバのフォーメーションなんですけれども、まあ、今シーズン、どうも 4-2-3-1、になるんじゃないかというところですね。まあ、システムが変わる。まあ、特にこのボランチのところですね。ワンアンカーの、ネタラビっていうところだったんですけれども、まあ、これを 4-2-3-1 に変えてくるというところが、今はまあ、今シーズンの戦い方で言うと、まあ、濃厚じゃないかと。言われています。まあ、ダブルボランチですね。はい。ダブルボランチのシステムになるんじゃないかなというふうに言われてますね。そしてトップ下がいると。まあ、アジアカップでのね、日本代表の戦い方と似てるのかなと思いますね。で、それを踏まえてですね、いろいろ決まってきたところもありますので、ポジション別にですね、今の状況というところを原油戦力から見ていきましょう。まあ、このサムネにもある通り、こう、現状のね、まあ、怪我人ちょっと省いている状態ですけれども、ポジション別に分けております。で、ゴールキーパーですね。ゴールキーパーは、まあ、一森が、まあ、おそらく正守護神というのは、まあ、確定かなというふうには思っていて、張琳が、まあ、使えている状況で、ゴールキーパーね、まあ、石川東口が怪我なんで、もう一人補強するのかなと、短期間でも補強するのかなと思ったんですけど、まあ、補強はなさそうですね、ここまでの動きで見てると。一森、張琳にして、まあ、東口、石川は、開幕までには間に合う。どっちかは間に合うっていうことなんでしょうかね。うん。じゃないとね、3人目がいないのは、ちょっとキーパーは2人体制はさすがに厳しいと思うので、どっちかは復帰するのかなっていうところは予想してるんじゃないですかね。はい。というのがゴールキーパーの状況ですね。センターバックですね。センターバックは、まあ、三浦玄太と中谷が、まあ、スタメン濃厚かなというふうには、思っているんですけれども、まあ、そこにね、坂と、福岡翔太が控えてくると。で、まあ、笑顔の怪我という状況なんですけれども、これはまあ一応、最初のスタメンとしては、まあ、玄太中谷っていうところですけども、まあ、福岡がね、3番手に控える状態っていうのはかなりいい状態だとは思うので、まあ、この福岡がもしかしたら、スタメンっていうところもあり得るんじゃないかなというふうには思います。まあ、ボールをね、握れる展開。これ、まあ、センターバックって、まあ、今の現代サッカーの中では、かなり重要なポジションで、まあ、本当ゲームだったりとか、チームの戦い方にこう関与するポジションだと思うんですけれども、センターバックのキャラクターで言うと、まあ、玄太、中谷っていうと、やっぱ守備力、ですよね。対人っていうところがやっぱり、あると思うんですけども、福岡翔太はこの中では、対人よりかはどちらかというと、スピードだったりとか、あとボールコントロールですね。フィード能力っていうのが非常に、左右両足切れて非常に高いフィード能力を持っている選手なので、まあ、この戦い方ですね。ボールをやっぱ握っていく戦い方であれば、福岡翔太っていうところは軸になってくると思うんですけども、まあ、玄太と中谷をスタメンで行くっていうことであれば、まあ、やっぱり守備。昨シーズン61失点のね、リーグ最多失点だったので、まず守備からしっかり固めていこうというところが、まあ、ここの、スタメンのところからでも伺い知れるんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあ、福岡もね、
ただまあ、それだけでは多分終わらないと思うので、まあ、福岡をこううまく使うんだったら、ファイブバックみたいなところもあり得るんじゃないかなと思いますね。まあ、坂もそうですね。福岡、坂ということですね。で、右サイドバックですね。右サイドバックは、まあ、ハンダリック、そして松田リックというところで、サイドバックのポジション争いになってくるかなと思うんですけれども、まあ、キャンプでね、非常にアピールしたし、良かったなと思わせたのは松田陸だったんですけども、まあ、ここはね、まあ、シーズン序盤はハンダリックで行くかなと思うんですけれども、まあ、松田陸の、スタメンっていうところも全然、あり得る、スタメンダッシュっていうのもあり得るんじゃないかなと思ってます。ここは非常にレベル高い。まあ、年齢的にもね、ベテランの松田陸と若手のハンダリックっていうところで、まあ、非常にいいバランスかなと思っています。で、左ですね。左はまあ昨シーズンに引き続いて、黒川がファーストチョイスになってくると思います。で、ただまあ、昨シーズンもまあ黒川酷使しちゃって、ちょっと終盤影響が出てたんで、まあ、今シーズンはこの控えてる中野だったりとか、今野伊吹だったりとか、まあ、ここにもかなり出番は来ると思うんですよね。まあ、リーグもね、38試合ありますし、まあ、出番は絶対あるだろうなというふうには思います。で、中野に関してはね、キャンプでは一列前でのプレーもしてたりしたんで、起用法に関してはサイドバックで使われるのか、昨シーズンのように、例えば右サイドバックで使うみたいなこともあり得ると思うので、ここの中野に関しては、今シーズンどこで使われるかっていうところに関して言うと、結構未知数なところが多いのかなと思っています。はい。僕はね、今野伊吹の出番は結構多いんじゃないかなというふうに思っています。まあ攻撃的なサイドバックで、まあ守備のところをどれだけ高めれるかというところですね。で、まあ守備で言うと、ちょっとサイドバック、まあ、ハンダリック、松田リックの右サイドはともかく、左に関して言うと、まあ、黒川、中野、今野ですから、まあ、ちょっと守備は、どの選手においても、ちょっと不安が残るかなと。まあ、黒川で言うと、昨シーズン結構ね、やっぱ空中戦のところは狙われてたりとかしたので、まあ、そこが、どうか。まあ、中野にしても、今野にしても、これは一緒の不安は残りそうなので、まあ、ここをね、チームとしてどうカバーしていくかというところかなと思います。そして、続いて、ダブルバンチになりますので、ここのディフェンシブハーフですね。中盤の底の選手なんですけれども、実績、実力で言うと、もうネタダビダワン、ここがまあ主戦というかね、レギュラークラスというところで予想しています。このシステム変更で言うと、昨シーズン4-1-2-3にして、その、ネタダビの両サイドの脇っていうところですよね。まあ、ダワンと山本勇輝が両サイドにいたんですけども、まあ、この二人が例えば上がっていったりとかした時にカウンターで押し込まれて、その二人を追い出されて、ネタダビの間、両脇をこう使われるっていうところがね、多かったので、そこにやっぱポケット入りやすかったりとか、バイタル使われやすかったりしたんで、まあ、そこを埋める意味でのこのシステム変更かなというふうには思いますね。まあ、よりこう守備的に、ディフェンスライン4枚と、ダブルボランチ2枚、6枚、うん、っていうところまででこう、固めていくっていうのは多分予想できるのかなというふうに思いますね。で、ここの、まあ、ダブルボランチっていうところに関して言うと、まあ、キャラクターですよね。ネタダビは、まあ、どちらかというとボールを握って、パスを散らしていくゲームメーカータイプ。そしてダワンは、まあ、両サイドとかにもね、頻繁にこう、ボール出しだったりとか、プレッシングっていうところで出ていきますし、まあ、前にもね、推進力非常に高いですし、まあ、攻撃の時とかね、ビルドアップの時のこう高さみたいなところを活かされるケースなんかも多いので、まあ、ダワンがその、どちらかというとね、潰し役とかファイタータイプみたいなところで、ボックスとボックスでこう勝負していく選手がダワンというイメージかなというふうに思います。まあ、そういうタイプ、ゲームメーカータイプとボックスとボックスのタイプをこう分けていくんじゃないかなと予想しますね。ダワンのところの下に確保して出てるんですけども、まあ、石毛が今シーズン、ボランチ挑戦っていうのは、これも、メディアからね、出てきてるところなので、石毛のね、ボランチ調整ってのは非常に大きいかな。僕はトップ下で使ってくるのかなとは思ったんですけれども、ボランチ調整ということで、まあ、ネタダビがね、ユーロの、プレイオフなんかもあるので、まあ、その時に鈴木徳馬、もしくは石毛みたいなところを使って、ダワンだったりとか、ミトリンとこう、組ますみたいなところなんかもあり得るのかなというふうに思いますし、まあ、鈴木徳馬、石毛みたいなところも全然あり得るのかな。というふうに思いますね。石毛ダワンだったらもうどっちがどっちか分かんなくなるんで、ね、立花兄弟みたいな感じで相手をこう惑わす作戦みたいなのもあるのかもしれないですけど、まあそこで、中盤の底っていうのは、まあいろんなキャラクターを持った選手がいて面白いんじゃないかなというふうには思いますね。おそらくこの5枚で行く。まあプラス、もう一人考えるとしたら、倉田が、まあボランチ入ってくることも全然あり得るのかなというふうには思いますね。
はい。で、こっからは、まず、攻撃陣ですね。両サイドハーフですね。両サイドハーフ、まあ、怪我人がね、結構多くて、中村二郎怪我、飯野龍太郎怪我、福田優也怪我っていうことで、まあ、サイドハーフ、おそらく右に関しては、まあ、岸本が、トレーニングマッチでも使われたんで、岸本右。で、アラーノですね。アラーノ。そして、山下。で、倉田。が、まあ今、現有戦力でのメンバーになってくるかなっていうところで、中野の起用、先ほど言ってた、左サイドバック中野っていうところも、左側で起用っていうのもあり得るんですけど、まああくまでもオプションかなというふうには思いますね。で、ガンバのこのサイドハーフの人材の特徴としては、まあ右だけとか左だけっていうメンバーがほとんどいなくて、まあアラーノに関しても、メシノに関しても、福田に関しても、両サイドできる。うん。倉田もそうですね。山下もそうですけども、両サイドできる選手っていうのは非常に多いので、まあ、ここは非常に、いい特徴を持ってるかなというふうに思うんですけど、左利きがね、唯一中村二郎だけなので、まあ、ここがね、どうなのかというところですね。うん、左利きのアタッカー、まあ、杉山いましたけれども、レンタル出しているので、うん、左利きのアタッカーは少ないんですけども、まあ、右利きで両サイドできる選手が多いと。いうイメージですね。はい。で、左に関してはね、ここにも書いてる、まあ赤文字で書いてますけども、新戦力として、ブルガリアリーグのね、ブラジル人ウェルトン選手っていうのが、今獲得の噂めちゃめちゃ出てて、ガンバのサポーターの界隈でもちょっと盛り上がってますけれども、まあここがね、決まればですね、戦力的にはかなり大きいと思います。メッシノの怪我が結構痛いかなと思ったんですけども、まあ、ウェルトン入ってくるんだったら、まあ、ここに書いてる通りね、ウェルトン、アラーノの両サイドだったりとか、まあ、かなり戦力の幅というかね、怖さも増してくるかなというふうに思うので、はい、ここは非常に面白いかなと。で、まあ、宇佐美、今真ん中に書いてますけれども、まあ、宇佐美左で回すっていうところも、可能性としては全然あるかなというふうには思っていますね。はい。で、続いてこの 4-2-3-1 で言うとトップ下のところですね。まあ、ここは注目のところになるんですけども、ここは、まあ、僕は山田浩太がファーストチョイスになってくるのかなというふうに思うんですけども、まあ、もしくはね、宇佐美が入ってくるということも考えられるのかなというところもありますし、まあ、宇佐美、山田以外の選手も、ここに入ってくるとしたら誰だろうなというところですね。はい。まあ、個人的に僕このトップ下に入れたいのはファン・アラーノなんですよね。ファン・アラーノのトップ下めちゃめちゃ合うかなと思っていて、まあ、というのもね、かなりこう運動量多くて、相手のボランチ攪乱することもできますし、まあ、ジェバリとこう縦の関係になることによって、まあ、ジェバリとのコンビネーション非常に良くて、そこから昨シーズンもかなり点が生まれてたので、このジェバリとアラーノの距離が近くなるっていうのは非常にポジティブな要素かなというふうに思うんですね。まあ、ただまあ、それだと山田浩太を取った意味っていうのはなくなってくるので、まあ、おそらく山田浩太。まあ、山形時代にはね、トップ下もやっていましたし、もともとね、このポジションの選手っていうところもあって、まあ、山田浩太がハマるんじゃないかなというふうには思いますね。で、宇佐美に関して言うと、まあ、トップ下ってやっぱりね、プレッシャーも厳しいですし、相手にもかなりこう潰される、まあ、狭いスペースの中でのプレーになってくるので、まあ、昨シーズンのような、まあ、アジリティだったりとか、ちょっと接触を怖がってるようなボールの持ち方とかをしているようであれば、宇佐美はトップ下は正直厳しいかなというふうには僕は見ています。はい。まあ、一番いいのは本当ここで、輝ければ一番いいんですけれども、うん、宇佐美はやっぱセカンドトップタイプなので、まあ、山田浩太が、一番有力かなというふうには思いますね。はい。そしてワントップですね。ワントップはまあジェバリが有力候補だと思うんですけども、まあキャンプでね、トスとのトレーニングマッチでハットトリックした遠山だったりとか、坂本もチャンスはあると思いますんで、まあここの順番、遠山だったりとか坂本だったりとかの順番は、今の段階ではまあほぼ横一列ぐらいになっていて、まあジェバリでこの二人がどうかというところかなというふうに思います。で、このオフにですね、これだけまあ選手を獲得したにもかかわらず、まあセンターフォワードは誰も、うん、坂本の復帰だけだったので、まあ、これはね、ホヤトとしても、まあ、ジェバリ、遠山、坂本で、センターフォワードが回るという、こともありますし、多分この二人の成長というところにある程度期待を持っているのがあるのかなと思うので、ここはね、まあ、期待に、対してしっかり応えるっていうのが、この遠山、坂本に関しては必要になってくるかなというふうに思います。まあ、なんか二人ともちょっと覚醒しそうな、うん、感じはしますよね。まあ、総合力だとやっぱりジェバリだとは思うんですけれども、まあ、シュートの上手さとか決定力だと多分遠山。で、なんかこうね、爆発しそうな予感をちょっと漂っているのは坂本みたいなところの、この3人非常に面白いかなと思ってますね。
ということで、ちょっとポジション別に全体の戦力分析をしていきましたけれども、まあ、こうやって見ると、そうですね、新加入で今のところ、まあ、実質的にレギュラーを取れているっていうのは、まあ、復帰の一森と、中谷慎之助。まあ、この二人はもう確実にレギュラーでやっていくっていうのは間違いないかなというところで、まあ、山田がどうなるかというところかなというふうに思いますね。はい。まあ、ただこれは今の段階でとか、昨シーズンの戦力と、新しく入ってきた戦力を見比べて、今の段階での状態になっていて、これがまあ、シーズン終盤でもこの形になってるとは全く思わなくて、おそらく結構変わるんじゃないかなというふうには思います。まあ、中盤戦ぐらいで、ね、夏にまた入れ替わりとかもしかしたら、海外移籍みたいなところもあると思うので、まあ、どうやってこうね、チームが変わっていくかっていうところかなというふうに思いますし、まあ、ね、今の予想というのはそんなに、4割ぐらいじゃないですかね。本当に 4-2-3-1 でずっと行くのかどうかもちょっとわからないですから。はい。まあ、結構ね、大きく変わってるという可能性の方が高いと思います。直近だとね、アジアカップの日本代表の試合なんかも私見てて、やっぱりこう、ガンバも日本代表のようにこう、ボールをね、最終ライン、ゴールキーパーも含めた最終ラインでビルドアップしていくっていうところだったりとか、まあ、ボールを握っていくっていうことの試合を、まあ、好んでいく。まあ、ポヤトスもそうだったしっていうのはあると思うんですけども、まあ、日本が負けたね、イラク戦だったりとか、まあ、イラン戦みたいに、相手がね、ロングボールでこう、使ってきて押し込まれるみたいな展開って、本当去年のガンバーもよく起こってて、まあ、非常に似てるな、みたいな。うん、日本代表の試合見てるとなんか、本当ガンバーの試合見てるような感覚に、陥ってしまってたんですよね。うん。で、やっぱりイラク戦の負け方とかイラン戦の負け方なんかは本当、ガンバだな、みたいな感じで。そうですね。思いましたね。福岡戦とかまさにそうだったんですかね。パナスタジオの福岡戦なんかは。あの試合なんかは本当に、先制とか前半戦を見てるともう、めちゃめちゃいい前半戦えたのに、後半ね、ロングボールとかで押し込まれて、っていう感じだったんで、まあそこでやられるっていうのは、まあよくガンバになんか似てるやられ方だったかなというふうに思いますね。なのでまあ代表でもね、今回いろいろ反省点みたいなの挙げられてますけど、まあガンバも、まあ相手がそういう戦い方変えてきた時に、まあちょっと5バックに変えるとか、ちょっとそういったシステム変更、4-4-2 に変えるとかでもいいと思うんですけど、そういったこうシステム的な柔軟性も持たせていった方がなんかボールを握る戦いっていうだけでね、やってしまうと、うまくいかないんじゃないかなというふうに思いますね。で、僕は個人的にはこの2020年から J リーグこう5人交代制っていうね、まあ、世界のスタンダードに合わせて5人の交代制になりましたけれども、ガンバはやっぱ J1 のチームの中ではね、この5人交代枠の使い方がダントツで下手だと思うんですよね。うん。上手じゃないですよね。で、2020年の初年度は敵チームとかもあんまりこの5人交代ってところに慣れてなかったんで、まあ、ガンバはそこでうまくいってね、まあ2位っていう結果になりましたけれども、まあ相手チームとかもね、5人交代制っていうのをうまく使い出してからは、ガンバに関しては対応できてない。まあその前半と後半で相手がガラッと変えてきた時にうまく対応できてない印象があるので、そこのね、5人交代っていうところのメリットを相手が活かしてきた時にガンバがそれを受けてしまう。前半にうまくいったのに後半なんでみたいな感じに、なってるケースが非常に多いのかなと思っていますね。まあ今シーズンはやっぱこれだけ補強もしてますし、まあこの番手表見てもらったらわかる通り、まあこの括弧の中の選手だけでもやっぱりもう一チーム半ぐらいできるような戦力を持ってるんで、まあそう考えるとやっぱりこう控えメンバーをうまく使ってシーズンを戦っていくってことが重要になってくるのかなと思いますね。まあ、新加入の活躍ですね。新加入選手の活躍はもう全員もちろん気になるところですけども、まあ、特に気になるポイントっていうのはやっぱウェルトンの補強と、あと僕はもう注目、個人的に注目したのは石毛がボランチ起用っていうところで、石毛のボランチは僕結構楽しみ、合ってるなと思うので、石毛がボランチでどこまでできるのかというところですね。で、懸念点としては、まあ、昨シーズンに引き続き、宇佐美どこで使うか問題が未だにちょっとまだ固まってなさそうなので、まあ、これをどこまで、できるのかなというところじゃないですかね。まあ、最後ですけども、私がもし敵チームでこう、このガンバ、4-2-3-1のガンバと戦うときに、まあ、昨シーズンから引き続きですけど、どうやって戦うかっていうところまで考えたときにですね、まあ、引き続きガンバ相手だと、やっぱボールを最終ラインから握っていくっていうところで、まあ、ハイプレス、まあ、広島がやってきたような、ハイプレスっていうのは絶対仕掛けると思うんですよね。
特に三浦、中谷ってところはそんなに足元っていうところがもうデータとしてあるので、まあここにプレスをずっとかけ続けるっていうのは相手チームはやってくるんじゃないかなと思うんですけど、まあその時に、こう一森を使ったりとかでかわしていけるのかっていうところですね。まあそこがしっかり構築できるかっていうのは重要になってくる。まあこれハイプレスは間違いなく相手がやってくるかなと思います。で、あと守備面で言うと、まあ、途中でも話しましたけれども、黒川の高さのところですね。まあ、ここのギャップだったりとかは絶対ついてくると思うので、その高い選手を黒川の方に持っていって、そこで競り合い方して起点を作るみたいなことはやってくるかなと思いますね。あとは、まあ、宇佐美出すんだったら、宇佐美のところの守備タスク。例えば左とかで使うんだったら、宇佐美のところが、ね、どうしてもウィークポイントになるので、そこを突いてくるとか、そこに起点を作って、ボランチ引き出してくるみたいなことも、やってくるだろうなと思いますね。で、もう一つ攻撃面で言うと、やっぱり、アラーノとジェバリっていうところで、去年はやっぱそこの二人のところの距離が空いてしまったりとかして、攻撃がうまくいかなくなってたので、そこの距離感をね、あまり縮めさせないとか、分離させるみたいなところで、相手チームがやってくる作戦としては多いんじゃないかなと思っております。まあ、この辺のね、相手が取ってきそうな作戦に対して、ガンバ側が、まあ、ポヤタズがどういうふうな対策をしてくるのかっていうのが、まあ、今シーズンの非常に見どころになってくるのかなというふうに思います。まあ、一森がやっぱ入ったことによって、ゴールキーパーを含めたビルドアップのところはかなり注目のポイントかなというふうに思っております。ということで、ちょっと、僕、ウェルトンは本当にね、動画でちょっと見ただけなので、あまり情報がないんですけども、まあ、入ってきたら非常に面白いかなと思います。なんか、見た感じ、僕は復帰にすごい似てるなと思いましたね。元ブラジル代表の。体格とか、なんかボールの持ち方とか走り方とか、足腰の強そうなところとか、なんか復帰にすごい似てるなと思いましたね。まあなので、J リーグではあまりいないタイプのアタッカーなので、かなり活躍をしそうではあるんですけども、移籍金も非常に高いらしいので、まあどうなるかっていうところは非常に注目かなと思っております。はい。ということで、今回の動画は以上になります。もしいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録していただいて、ガンバサポーターの皆さん、コメントなんかもいただけると非常にありがたいです。ありがとうございます。